覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介させていただきますのはこちら。アラブーツ、アルビー、ブラックカラーです。高い機能性から扱いやすく、カジュアル使いに最適なパラブーツの靴は、当店でも人気のアイテムです。硬い印象を抱かれがちの革靴の中でも、スニーカーライクの歩きやすい履き心地は初めての革靴としても支持されています。2020年の新作として登場したこちらのアルビーはロングウィングチップのデザインです。キャップの端がそのまま靴後方まで伸びるこのデザインはアメリカンシューズの代表的な意匠の一つで、アメリカンブログとも言われています。ギンピングと穴飾りがありますが、メダリオンはないため比較的すっきりとした印象です。これは使用しているラストによるところもあります。アルビーに採用されている木型はダブルモンクシューズであるウィリアム、スピリット島ダービーのアビニョンと同じ木型の194ラストを採用しています。パラブーツではドレスライクな木型ですが、細すぎることはなく、他木型に比べてより万人の足型に合わせやすい設計に思います。こだわりの自社製ソールを手掛けることで知られるパラブーツですが、アルビーにはミカエルと同じ厚みのあるマルシェ2が用いられています。優れたクッション性から柔らかな履き心地に加え、濡れている路面もしっかりとグリップしてくれる安心感があります。製法はパラブーツの得意とするノルウィージャンウェルト製法で、アッパーにもがっちりと縫い付けられています。最近のモデルでありますので、このアルビー自体ご存知の方は少ないかもしれませんが、全体のボリューム感や雰囲気からパラブーツらしさが伝わってくるかと思います。では次に使用感の説明に移らせていただきます。こちらは当店で SA ランク相当の扱いとなっております。ではまず右足です。続いて左足です。続いてサイズ感の説明に移らせていただきます。こちらサイズ表記の方が5ハーフとなっております。エラードグリーン202ラストで5ハーフ E、 オールデンバリーラストの方で 6D あたりを履いていただいている方におすすめのサイズ感となっております。その他サイズ感について不安やご質問などございましたら、当店のオンラインショップまでお気軽にお問い合わせください。こちらはメンテナンス済みとなっておりますので、到着後すぐに履いていただけるような状態となっております。水にも強いリスレザーをアッパーに用いた靴は、天気の変わりやすいシーズンや梅雨時期には一足あると便利なアイテムです。天気を気にせず履けることから着用シーンは多いかと思います。小さめサイズのパラブーツ、ご興味のある方はぜひご検討くださいませ。それではご視聴いただきありがとうございました。